ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。友達と一番怖かったホラー映画の話になってね。やっぱ貞子のリングでしょって言ったら、その子は呪怨の方が怖いっていうのよ。確かにそこは好みが分かれるところだな。マリサが一番怖かった映画はどれ？シャイニングだぜ。ジャック・ニコルソンがどんどん怖くなるとこがたまらんぜ。なら今回は江戸時代の怪談、上田明成の雨月物語を紹介しようか。昔の怖い話ね。興味があるわ。上田明成が生まれたのは江戸時代中期、暴れん坊将軍吉宗の時代の大阪だぜ。母親は商人の娘だが父親は不明で、4歳の時に島屋という裕福な神油商人の養子になるんだ。5歳の時に重い病気で命は取り留めたが右手の中指と左手の人差し指が短くなったぜ。不自由ね。利き手がどっちでもそろばんが使いにくそうだわ。そうだな。養父母は大切に可愛がって育てたようだが、当時は今以上に障害者への偏見はひどく、実の親に捨てられたと感じていたこともあって、上田明成はマイノリティ意識の中で成長したようだぜ。少年の頃は大阪堂島でやんちゃしては家を空けていたようだ。突っ張ることが、男の家業には興味がなかったが、遊び回っている間に才能が花開いて、プロに混じって俳人として句を発表し、歌舞伎にも詳しくなっていったんだ。海徳堂という大阪町人が作った学校で古典や国学も勉強したようだぜ。知的好奇心爆発ね。28歳の時に養父が亡くなり島屋を継いだが、副業として作品を発表したぜ。33歳で有名人の内幕を面白おかしく書いた浮世草子の書道聞き耳世間猿を出版し、35歳で文学史に残る読み本の雨月物語を書き上げるんだぜ。浮世草子から読み本に変わったの？浮世草子は世の中の出来事をリアルに、面白おかしく表現したエンタメ小説で、読み本は文章が中心の読み物で、中国の物語をベースにして、ストーリーとテーマを持ち、人間性も書かれるものになったんだぜ。読み応えがありそうだわ。雨月物語は9つの怪談の短編集だ。時代背景も舞台となる場所も登場人物も様々で、内容もバラエティ豊かなんだぜ。一つずつ簡単に紹介するぜ。オッケー。それじゃあゆっくりしていってね。和風ホラーの原点。日本初一冊丸ごと怪談本。上田明成雨月物語の怪異小説9編とは？ 1. 白峰。ストックインと採用奉仕の議論は悲しい平行線。最初は白峰という話だ。平安時代末期、採用奉仕は上流武士の生まれを捨ててそうになり、和歌を作りながら全国を旅した人だぜ。さぬき、今の香川県に来た時に、若い時から親しかったストックインのお墓参りをしたんだ。え？ストッキング？よく聞けよ、靴下の仲間ではなく、ストックイン。75代目の天皇の名前だ。ストックインは政権争いでクーデターを起こして負け、さぬきに追放されて死んだんだぜ。西洋が泣きながらお経を読むうち夜になるとストックインの亡霊が現れるんだ。ナムナムナムー。そう、西洋もストックインが安らかに眠るように祈っていたんだが、ストックインの恨みは深く、西洋が説得しても自分を省いた父や弟と朝廷を呪いまくるんだ。ストックインは天狗の大魔王になって調子に乗ってる平清盛とその一族も滅ぼすと宣言したが、その通りに歴史は動いたというんだぜ。ずっと呪い続けてるのかしら？日本史上最強の運用だからな。守り神になった伝説もあるが、明治天皇は京都に白峰神宮を作り、昭和天皇は神社の800年祭に勅使を送ったそうだぜ。2. 吉家のちぎり。約束は何としても守る？2話目は吉家のちぎりだ。菊の花をちぎって、花占いしたの？好き、嫌い、好きって、ちぎりというのは約束という意味だぜ。戦国時代、播磨かこ、現在の兵庫県西部に住む左衛門は母親と二人暮らしだった。旅の途中で病気で倒れ死にそうだった宗右衛門を手を尽くして看病し助けた縁で、とても仲良くなったんだぜ。そして二人は恋に落ちた？ま、そういう読み方もあるようだぜ。うわ、ボケたつもりだったのにあるの？本文中には義兄弟、宗右衛門を兄で左衛門を弟とする約束をしたとあるが、この後の展開を見ると左衛門の強烈な恋愛感情がちらほら見えるんだぜ。ほう。宗右衛門は出雲、今の島根県の人で、領地の乗っ取りのトラブルでふるさとを離れていたが、心配なので戻ろうとしたところ病気になったというんだぜ。元気になった宗右衛門はふるさとの様子が気がかりだから一度帰ると言い出したんだ。ふーん、寂しくなるわね。義兄弟になったからには秋にはきっと戻るという宗右衛門に、左衛門はいつ帰ってくる？何月何日？と迫るんだ。ああ、重たい彼女が言いそうなセリフだわ。宗右衛門が9月9日、菊の節句の日に戻ると約束すると、左衛門は絶対忘れないでよ。菊の花にお酒も用意して待ってるからと念を押したぜ。約束が守れない前振りでしょ。6月9日の朝からパーティーの用意をして左門は待つが、日が沈んでも宗右衛門は戻らない。夜が更け、犬の遠吠えや瀬戸内海の波の音が聞こえ、月も沈み、諦めかけていると、ぼんやりとした人影が見えたんだ。あれ？宗右衛門が戻ってきたの？左門は大喜びで手料理やお酒を温め直したが、宗右衛門は手をつけず、ふっとため息をつくんだ。そして、ごめん。本当のこと言うと俺、霊ですと告白したぜ。なんと？故郷に帰ってみると新しい殿様は信用できない気がして使えるのを辞退したら、殿様の命令でいとこの炭治に捕まって閉じ込められたというんだぜ。敵方に着いたらまずいってことでしょう。逃げ出せないまま9月9日になり、約束を守るために自殺して魂として戻ったというと、宗右衛門は消えてしまったんだ。約束を守るために命を懸けてしまったのね。左門は号泣したぜ。驚いて目を覚ました母親に事情を説明して、母子一緒に泣くんだ。翌朝、せめて宗右衛門のお骨をもらってお葬式がしたいからと家を出て、ひたすら宗右衛門を思って出雲へ歩き続け、10日で炭治の家を訪ねたんだぜ。炭治の家に短時間で着きましたな。やかましい。炭治はなんで知ってるのと不思議があったが、左門は罵って怒り爆発。お前最悪じゃと炭治をばっさり切り殺したということだ。お骨をもらってお墓を作るんじゃないの？だよな。殿様は宗右衛門と左門の信じ合う関係に感心して左門を追わせなかったというぜ。出雲に来た目的は復讐ではなかったはずなんだけどな。左門が9月9日に絶対帰れなんて言わなければ宗右衛門は自殺しなかったかもしれないし、宗右衛門が9月9日の約束に命を懸けてしまったのもやばいわよ。約束へのこだわりがすごいんだぜ。3、朝地が宿。ひたすら待ち続ける女。3つ目の話は朝地が宿だぜ。朝地が宿だ。はいはい。戦国時代、下総葛飾、現在の千葉県市川の勝四郎は裕福な農家に生まれたが、大雑把な性格で真面目に働かなかったので落ちぶれてしまったんだ。一発逆転を狙ってた旗を売り払い絹織物を仕入れて今日で商売をして儲けようと考えた。ボンボンのあるある話だわ。妻の宮城は超絶美人だった。財産もなく一人残されるのは不安だと嫌がったのに、秋には戻るからと勝四郎に説得されたんだ。勝四郎は今日での商売が大成功したが、帰る途中で山賊に襲われ儲けも何もかも取られてしまったぜ。がっくりね。関東では激しい戦があって帰るどころか手紙も届かないようになり、その上病気になった時に助けてくれた知り合いが勝四郎の素直な性格を気に入ってくれて、滋賀県で働いているうち7年過ぎたんだ。大雑把で素直な奴と言っても7年もほったらかし？妻の宮城は一人で無事なの？勝四郎もやっとそれが気になり始め、帰ったふるさとは以前と違って荒れ果てていたんだ。夜になってやっと自分の家を見つけて声をかけると、現れた宮城は汚れて人相も以前とは別人かと思うほどやつれていたんだぜ。かわいそうに。信じて待ち続けていたのね。さめざめと泣く宮城に勝四郎は長い間帰らなかった言い訳をくどくどして、宮城は会えてよかった。会えないまま死んだら恨んじゃうとこだったもんと、二人は抱き合って眠ったんだぜ。この宮城って、本物？朝になってみると我が家は屋根もドアも壊れていて宮城の姿はなく、勝四郎は宮城のお墓を見つけたんだ。やっぱ、幽霊だったの。会えないまま死んで恨んでるのかしら？どうかな？勝四郎は念入りに弔ったそうだぜ。4、無王の利よ。魚みたいに泳いでみたい。4つ目の無王の利よという話は、中国古典小説魚福記のリライトだぜ。ラオウの味噌、めっちゃ好き。いや、ラオウは醤油だろう。てか無王の利よに戻るぜ。太宰治は無王の利を読んで、少女が魚に変身する短編魚福記を書いたんだ。平安時代の滋賀県三井寺の僧の講義は鯉の絵を描く名人として有名だったんだ。ある時病気で死んでしまうが3日目に生き返ったんだぜ。おめでとうございます。講義は日頃から魚を買い取って水に放し、泳ぐところを見て絵を描いていたから、霊魂としてさまよううちに琵琶湖の神様の使者から金の鯉の服をプレゼントされて、鯉に変身してスイスイ泳ぎ回ったというんだ。琵琶湖の神様ってポニョのママ的なあれかしら？急にすごくお腹が空いた講義は餌に惹かれて釣られてしまい、まな板の上で叫んだけど声が出ず、包丁で捌かれると思った瞬間生き返ったんだそうだ。生きた魚ってまな板の上で口をパクパクするわよね。あれ、ひょっとして叫んでるのかも？ 5、仏法僧。いろんな意味での塾は危ないでしょ。5つ目の話は仏法僧だ。放送部？違うぜ。仏法僧というのはフクロウの一種の鳴き声だ。伊勢、今の三重県でのんびり暮らすおじいさんの無前と息子の作の字は、高野山にお参りに行き、宿が見つからなくて野宿する覚悟を決めたんだぜ。高野山って最強のパワースポットだけどお墓もたくさんよ。夜が更けて仏法僧の声がした後、身分の高そうなグループがやってきてパーティーが始まるんだ。他にも野宿するパリピがいたの？グループに招き入れられてパリピたちに名前を尋ねると、高野山で切腹した豊臣秀次と家来たちの幽霊と分かったぜ。豊臣秀吉は知ってるけど秀次って何者？豊臣秀吉に息子の秀頼が生まれてから、秀吉のおいで後継ぎの秀次の立場がヤバくなって謀反の疑いをかけられたんだ。石田三成の告げ口のせいだという噂もあるんだぜ。結局、関係者全員が死に追いやられたんだ。死んでなお三成と戦うという秀次たちに、二人は魔界に連れて行かれそうになったぜ。いやよー、助けて、こいつらはまだ生きてるからやめようと言ってくれた老人の家臣のおかげでギリ助かったぜ。その後二人は京都で豊臣秀次と家来30人を葬った秀次悪楽塚の方に自然と目がいって、真っ昼間なのにゾッとしたということだぜ。6、吉備津の鎌。不吉な占いをスルーしたら？6つ目の話は吉備津の鎌だ。起立、礼、着陸、ブーン、いやなんでやねん。吉備津だぜ。吉備、現在の岡山の豊かな農家に酒と女にハマったイケメンの翔太郎という男がいたんだ。親が心配して縁談を探すと吉備津神社の神主の娘のイソラが候補に上がったぜ。吉備津の鎌の占いではこの縁談は京都でたんだがイソラの母が強引にまとめてしまったんだ。無視するなら占いなんてしなければいいのに。イケメンとの縁談がダメになったらイソラもショックで何するかわからないと言うんだぜ。上品で優しいイソラとの結婚でしばらくは真面目に働いた翔太郎だったが、時期に遊女の袖と浮気してイソラを騙して駆け落ちしてしまうんだ。つくづくダメをね。イソラは恨み嘆いて病気になって死んでしまうんだが、駆け落ちした先では袖が何かに取り憑かれて死んでしまったんだぜ。翔太郎は悲しむが、袖の袴入りで知り合った女について行ってイソラの霊に襲われたんだ。また女について行ったの？懲りない男。陰陽師から翔太郎にはイソラの陰陽がついているから42日間もの意味しろと言われるんだぜ。陰陽師って何？陰陽師は学問を修めて占いやお祓いやお祈りをする人のことだ。イソラがあの世に行く49日後まであと42日あるから、その間はお札を貼りまくった部屋の中にこもって謹慎するようにアドバイスされたんだぜ。42日間も隔離生活するのは辛いわね。鬼化したイソラが部屋の周りで怒り叫んだから翔太郎は怖くてたまらない夜を過ごしたぜ。我慢を続け、ついに42日目の夜がしらじらと明けた。やっと終わったと思って外に出た翔太郎はやっと叫んだかと思えば、そのまま姿を消したんだ。どうして？明るくなったはずなのに、実はまだ月も輝く夜だったんだぜ。調べてみると開き戸のそばに血の跡が地面まで生々しく流れていて、軒先に男の束ねた髪の毛が引っかかっていたんだ。体は？死体も骨もどこにも見つからなかったぜ。ひえー。7、邪性の陰。心の隙間に忍び寄る魔の手。7つ目は邪性の陰という話だぜ。ジャージに陰。好きなように着こなしてくれ。キー、現在の和歌山の裕福な漁師の家に生まれた豊は優しいが生活力のない男だったぜ。雨宿り中に信じられないほど美しい眼に出会い、すっかり一目惚れして傘を貸して重傷を聞き出すんだぜ。生活力ない割にうまいことやったわね。翌日、豊は眼の家で口説かれて結婚の約束をし、宝剣をプレゼントされるんだ。ところが宝剣は盗品で豊は逮捕されて、眼は雷と共にいなくなったんだぜ。すごい。忍者みたいな消え方よ。親が役人に賄賂を使って自由になった豊は、姉の嫁ぎ先の奈良でお世話になるんだぜ。すると奈良にも眼が現れて姉夫婦をうまく言いくるめて信用させ、はじめは怖がっていた豊もまたその気になって正式に結婚し夫婦になったんだぜ。なんだか怪しいわ。大丈夫なの？姉夫婦に勧められてお参りした吉野山で一人の老人が眼を蛇の魔物だと見抜いたんだ。眼が滝に飛び込んだ途端に水柱が上がり、真っ黒な雲から土砂降りの雨が降ったぜ。蛇に取り殺されるところだった豊は老人にお祓いをしてもらったが、奴の美しさに惑わされたりせずにもっと強い気持ちを持てと言われたぜ。そうよね。簡単に婚約したり、とんでもないお宝を気軽に受け取ったりチャラくない？実家に逃げ帰った豊は親同士で相談した縁談で、京都の朝廷での務めを退職した富子と結婚したんだぜ。結婚2日目に豊は都ではイケメン貴族とイチャイチャしたんだろとふざけると、うつむいていた富子が、あなたこそ、私を忘れてこんな女を可愛がるなんて最悪だわと、眼の声で言ったんだ。キャー。出たー。親が退治を頼んだそうはたたり神だと言い残して死んでしまったぜ。豊は自分が犠牲になって富子を助ける覚悟をするんだぜ。大変、大変。親が早馬を走らせて蛇になった清姫伝説で有名な道成寺の崩壊お正に相談すると、お正がお祈りするときに着ている消しの香りが染みついた袈裟を貸してくれて、これを奴の頭からかぶせて力いっぱい押さえつけろと教えてくれたんだ。そんなことできる？怖いわよ。土曜は根性を決めてやり遂げたぜ。遅れて駆けつけた崩壊を昭和霊力で蛇を捕まえ鉄の入れ物に封じ込めて埋めてしまったぜ。土曜は生き延びたが、富子は病気になって亡くなったということだ。富子、かわいそうに。8、青ずきん。愛がすごすぎて鬼か。8つ目の話は青ずきんだ。おばあちゃんが狼を食べる話？ジビエかよ。しかもこの話のずきんは青だぜ。全国を旅する海安全時は下野、現在の栃木県でひどい噂を聞いたんだ。どんな噂？病気で死んだ美しい少年の死体を愛しさのあまり食べたことがきっかけで、人食い鬼になった僧がいて住民を怖がらせているというんだぜ。あっかん。やばすぎるグルメでしょ。鬼の住む山に登った海安は荒れ果てた寺で一人の僧と出会うんだ。夜、僧は鬼になり海安を食おうと探し回るが鬼の目には徳の高い海安は見えなかった。海安は自分の青い頭巾を僧にかぶせて全集の課題を教え、解ければ救われると言ったぜ。真面目な宿題に取り組んで人肉の味は忘れられたのかしら？一年後、海安が様子を見に来てみると、頭巾と骨だけになっていたということだぜ。9、貧腹論。なんやかんやお金って大事。最後の貧腹論は陸奥、現在の福島県の犯さないという武士が主人公だ。罪を犯さないいい人なんでしょ？ダジャレの名前ってわけじゃないと思うが、節約上手でお金持ちになって、ずらりとお金を並べて眺めるのが趣味だったから、ケチだ変人だと仲間外れになっていたんだ。花や月を見るようにお金を見てうっとりしちゃ、さすがに引くわね。ある時、お金の精霊が現れてさないと金銭について議論するんだぜ。精霊は道徳的な基準とは別に、お金はお金を大切にする人のところに集まるものだから、金持ちなら人間的にも卑しいだろうとごちゃ混ぜにするのは間違いだと言うんだぜ。わかる気がする。武士の価値観と大阪町人の価値観の違いを書いたものだという研究もあるようだ。上田明成は国学者のリーダー的存在の元織宣長と、古事記の内容をどう読むかについて論争しているんだぜ。へえ、随分大物に噛みついてたのね。他にもいろんな人に嘘つきとかアホとか毒舌を吐きまくってたようだ。晩年は目が悪くなって失明しかけてもなお言いたい放題で、隣人と喧嘩して引っ越ししてもお山の大将我一人と孤独を明るく受け入れ、京都の友人の家で76歳の時に亡くなっているぜ。身近にいるとめんどくさそうだけど最後までパワフルな人だったようね。上田明成についての解説はここまでだぜ。雨月物語やもう一つの名作春雨物語も興味があれば、現代語訳もあるから読んでみてほしいぜ。皆さんが一番怖かったホラーものは何？ぜひコメント欄で教えてね。高評価やチャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。